は豊かな照葉樹が広がっており、鹿や猿との出会いも期待できる地域となっております。ではこちらの木をご覧ください。こちらは標高1300メートル付近にございます。屋久島のシンボルと呼ばれます縄文杉の写真になります。縄文杉は推定樹齢が5600年から7200年といった樹齢がございます。ご覧の通り幹の大物も非常に激しくて、存在としたという草の形に残されていたと言われております。切られたり倒れたりすると上に空洞ができます。空洞ができるということはここから光がたくさん差してきますよね。なので光を好む植物の種が落ちたら一斉に芽吹くんですよ。でも杉でもそうなんだけど、ある程度も成長できなくなります。それはなぜかというと杉は特に光を好む植物なので先に成長したものに全部光を取られて成長できなくなります。
食い込んでっちゃうんですね。食い込むとどうなるかというと、下の栄養がこの食い込んだ部分で止まってしまうんです。上に届けられなくなっていずれ枯れてしまうから締め殺しと言われています。はい。でもね、この杉が生き延びる方法は一つあるんです。ペットボトル半分くらい水を持って行って、あとなくなったらこういった山の中に、すごい岩です。こういった森の中、ね、木の根元には植物が多い。